キチャンネル。よっ、今年もやってまいりました、那須さんコラボ。ありがとうございます。今年も、はい、那須さんのチャンネルにも参戦出てますんで、はい、はい、まあ、本当チャンネルの方ではもうジャイアン度が増してるのが。いや、そんなことないですよ。いやいやいや、そんなことあります。普通です、ニュートラルです。普通ですか、はい、僕はもうこれを日を待ってたんですよ。ですか、黙ってたって。僕も下準備はしてますよ。なんかちょっと絶対なんかぶっこんでくるんだろうなって。いや、ずっと聞きたいことあったんですよ。はい、どうですか。これはもう率直な疑問です。はい、ワールドカップ戦ったじゃないですか。はい、カタールですね。カタール、はい、スペインとドイツ撃破して、はい、で1位でベスト16出て、はい、初戦でクロアチアに、はい、まあ、負けましたけど、はい、まあ、ベスト16進出したじゃないですか、はい、で目標ベスト8なんですよね。ベスト8、まあ今の現時点では。はい、はい、なんでそんなに喜んでるんですかみんな。なるほど、はい、なるほど。がすごい気になったんですよ。はい、はいはい、目標がベスト8なのに、はい、なんでそんなに大成功みたいに関係者も含めて喜んでるんだろうっていう、はい、うんうん、だから僕はジョーさんだけが森保さん交代やろとか、あ、はい、そのベスト8目標も達成してなくて、はい、何がそんなに喜ばしいんやみたいな、うんうん、僕の知る限りではジョーさんとセルジオイチゴさんだけが言ってたんです。僕の知る限りでは。はいはいはい、そうですね。でも僕はもう何も分かんないフラット目線からすると、はいはい、いや、そっちの意見も分かるけどなっていう。目標は達成できてないけど大成功みたいな感じになってるんで、はい、まあ、逆に言ったらじゃあロシアのワールドカップの時と一緒じゃんみたいな。まあ結果はもう、はあ、でもロシアのワールドカップの時はボロクソ叩かれてたし、はい、え、一緒ないけどな。なんでロシアの人たちがあんだけボロカス叩かれてて、うん、今回のカタールの人たちがもうあ、なんか大成功みたいな感じになってて、はい、ってなんでなんですか。ですね、まあ里崎さん的な意見も正解です。はあ、全くもう間違ってないです。結果はもう一緒なんで、はあ、日韓も一緒じゃないですけど、はあ、言ったら、はあ、一緒なんですけど、多分まあ今日本のサッカー界っていうのがワールドカップは出るのが当たり前、うんうんうん、アジア圏では、うん、っていう風にはなってきてます。で今度はそのやっぱ強豪国っていうところ、うんうんうん、にどうやって対等に戦えるかっていうところにこう移行してると思うんですよ、うん、でグループがドイツとスペイン、うん、であそこがやっぱもう戦前ではもう絶対無理でしょうが多かったと思うんですよ、うんうん、であそこをまずクリアしたっていうところでの評論家の方とか解説者とかも含めてなんですけど、それ以外の方っていうのはそこで多分価値をっていうか結果じゃなくてそこの結果です、うん、そのやっぱ強豪国に勝ってのベスト16っていうのが多分重く乗っかかった、うん、でクロアチアに対してもまあでも惜しいじゃダメなんですけど、もちろん勝負ですよ。でもベルギーも惜しかったですよ。ベルギーも惜しかったです。惜しかったんですけど、多分予選リーグからのっていうとこがやっぱ大きくあったと思うんですよ。だからまあそこが結局今の現時点の日本のレベルだと思うんですよ、うんうん、まだそこのクロアチアだったり、うん、やっぱ試合巧者なんで、うん、そこまでのこうチーム力だったりっていうのは いってない、うん、ふうには思う。だから結果見てないんですよね。見てないです。まあ見てないって見てなくはないんですけど見てなくはないんですけど、そこだけ見て結果見てないとか。見てなくはない。今日もかなり批判覚悟で切り込んでいこうと思って、はい、なるほど、はい、僕はちょっと分かんないんでね、はい、僕の勝手な思いだけですよ。ドイツ、スペイン、はい、強いけども、うん、でも日本のグループだけがベスト16で両方負けてるんですよ、はい、負けてますね、はい、1位も2位も、はい、じゃあ強くなかったんちゃうんだよ。だってもう全グループリーグ1位のチームが絶対勝ってるんですよ、はい、だから2位のチームは絶対負けてるんですよ。分かんないですよ、これも素人考えですよ、はいはい、これはもう那須さん頑張れって今サッカーファンの人はやってますけど、はい、あでももちろんその対戦相手の運もあります、はい、そのベスト16なら、まあ、全部あのグループ1位2位がこう、まあ、その強豪国っていうかそれ突破してきた国なんで、うん、でも死のグループだったんですもんね、日本のいたところが死のグループだと思います。死のグループなのに行って両方負けるっていう。モロッコにスペイン負けたじゃないですか、うん、でモロッコはその決勝まで行けなかったものの、うん、ベスト4まで行ったじゃないですか、うんうん、だからまあスペインは強かったと思います、はい、でそれを裏付けするのがモロッコだったと思う。相手が悪かった。で相手が悪い。でクロアチア、片やクロアチア、はい、だから要はクロアチアとモロッコより、はい、スペインとドイツは弱いんですよね。いやいや、これは一発勝負のやっぱそこは難しかったんですよ。トーナメント、トーナメントの難しさで、もちろんその強いだけじゃ勝てないっていうのがもうブラジルもしっかりなんですごい期待されてましたけど、やっぱり PK 負けしちゃうとか、だから PK まで行くとやっぱりその PK のキーパーの実力とか PK 慣れしてるとかいろんな要素があるので、あの一概には言えないんですけど、そこの1位通過のグループの1位が負けたっていう要因の一つとしてはやっぱ対戦相手はやっぱ強かった、自分たちより強かったっていうのを認めざるを得ない対戦相手だったと思います。
はい、だからあとジョーさんがなんであんなに叩かれてんじゃろうと思って。あれじゃないですか、なんかそのドイツ戦のなんか得点後のあれ、あ、そうそう、なんか、はい、体調悪かったみたいな、体調悪かったみたいな、はい、いや言ってないんやから、まあ、監督交代やろみたいな、はい、いやいやいやの方が、いやいやその方が強かったからで、まあ、もう一つが PK は運だからっていう、はい、あるじゃないですか、はい、運なんですか。あれはですね、あの運の要素も多少あるんですけど実力です。スペインも PK で負けたんですよね。負けました、はい。で、スペインはなんか、うちはなんか1000本練習してるからみたいな、はいはい、言ってたじゃないですか。でも、1000本も練習してても負けてんだから意味ねえよとかって言う人いたんですけど、はい、いや、僕の中ですよ。練習しないで負けたら、それはもう大問題だと思う、はいはいはい。でも、1000本も練習していって負けるのは、準備してんだから、それは仕方ないんじゃないの、勝負だからと思うから、うん、それをなんで批判されてんのかなっていうところがあって、あと、だから、はい、PK の練習って、どれくらいするんですか。練習時間とって練習するんですか。 PK の練習しようみたいな、なんか遊びで普通にキーパー捕まえてやる人もいますし、うん、でチームとしては試合の前日とか、うん、その大会あの方式によって PK がある大会とない大会があるので、うん、ある大会の前の日とかに全員蹴ったりとか、うん、でその中でもやっぱ PK 上手い人は上手いんですよ、うん、日本でいうと遠藤さん、うん、このコロコロ PK 蹴る人とか、うん、ああいう本当にもうあのスペシャリストはいます、うん、でもその普段のプレーの延長上なんで、なんかこうやっぱキーパー見てこう体重移動を見てそれでコースを強く蹴れるとか、その技術とか、だから運要素っていうのはもうそんなに運っていうよりも結構実力が反映される部分は大きいかなと思ってます。素人考えでこうあるじゃないですか、はい、ここに蹴ったら取れないんちゃうかと思うんですよ。あ、そうです、ここですよね、はい、ここ取れないです、はい、だからそこに行ける練習ずっとしとけばいいんちゃうかっていう。でもこれがそしたらもう絶対ここ、はい、あの正解です。先に言わないと、ね、正解です。でもサッカーファンが那須さん頑張れってきてるんですよ。いやいやいや、見てください、あのこの今僕が出る回ですよ、僕が出る回に関してあのちょっと見え方を変えて見てください。江戸時代にこういうあの悪大会いかがったですか。僕がこっち大学、いや僕はもう年に1回のサッカーを勉強する時間なんで。ああ、そうですね、はい、あのですね、 PK はあのもちろんここに蹴れるっていうので、まあ、大体そのモロッコを含めその上位に行った PK で勝ったキーパー見てください、うん、キーパーってやっぱすごい能力、運動能力がないといけないですし、うんうん、やっぱ PK 得意な人って読まれたらもうアウトなんです、うん、だから海外でもどこここに蹴れば、あ、そうです、でもここに蹴っても、うん、メッシだったりハリー・ケインとか有名な選手たちって、うん、まあ、有名っていうかその PK キッカーで外してるのってここに思いっきり蹴り込んで外してるんですよ、うん、で外す要素としては普段と違うのは、そんだけ練習してもピッチのコンディションがまずあの違う、うん、ピッチが練習場と違うじゃないですか、うん、あとは周りの環境、うん、でホームチームのサポーターがいたら、うん、またそれはちょっとこうホームアドバンテージになりますし、うん、その前やっぱプレッシャーが違うっていうのが PK の要素としてあります、うん、だから練習して同じように試合で蹴れるかって言ったらそれもまた、はい、皆さん PK 蹴ってたんですか。3回蹴って2回外してやめましたもん。それは止められるんですか、枠外してですか。枠外してなのとポストに当たったので、うん、PK というものは僕は蹴らないって決めました。それはもう完全練習不足です、ね、でも2回とも勝ってんです、外して。いや、入れてたらもっと楽できる。だから僕はそれがキャスターな会っていう番組で、はい、その古石さんが、はい、そのスポーツ見ないから、はい、その野球の特性上を説明した時に、はい、あの野球はサッカーでいうとフリーキックとか PK 永遠やってるだけですから、はい、1対1の勝負で、はい、って言ったらですよ、はい、そしたら何をどう間違ったかよく分かんないですけど、はい、僕が一番嫌いなのは、はい、あのネット上で野球ファンとサッカーファンがマウントの取り合いをバトルするっていう、もうどっちが上とかじゃなくて楽しめいいやんって思うんですよ。だから僕はその野球をそんな知らない人のためにサッカー見てるって言ってたから、うん、その見やすさとしては PK とかフリーキックしてるような感じで、はい、ピッチャーとバッターの1対1がメインの勝負みたいな感じですよと、はい、だからそんな複雑なことを分からなくてもそういう見方で見たら見やすいんじゃないですかみたいな感じで言ったら、とうとう本職が言っちゃったみたいな、はい、野球は PK をただ永遠やってるだけっていう何も考えなくてもできるスポーツみたいな、はい、とかって言ってるわけですよ、はいはい、いや本当こいつらアホやろと思って、あの僕だからそれを聞いた時に、はい、思ったのが、はい、サッカーの PK とフリーキックって、はい、何も考えないでやってんだと思ってっていう認識なんですかっていう、あのサッカーはもう何も考えなくて、はい、PK とフリーキックは単細胞で何も考えなくてやってるセットプレーなんですか。どうなんですか。はっきり言います、はい、違います。ですよね、
ですよね、はい、あの BK の中でも、はい、さっき那須さん言われたように、はい、キーパーの読み合い、キッカーの読み合いね、はい、最初から蹴るとこ決める人もいれば、はい、動きを見ながら蹴ったりとか、はい、真ん中蹴るとかいろんな戦術とのがあるわけじゃないですか、はい、だから僕は運だとは思わないんですよ、はいはい、そこの中の駆け引きがあるから、はい、なんか選手に失礼やろと思うんですよ、うんうん、でフリーキックだってこの角度だったら右が蹴るのか左が蹴るのかとか、うん、パスにするのかとか、はい、ショートコーナーとかパス出してからのシュートにするのかとか、うん、直接なるのか、ね、ローなのかニアなのかとかね、うん、いろんなことゴールなのかとか考えてやるわけじゃないですか、はい、それはもう駆け引きなわけじゃないですか、駆け引きですね、その中にはいろんなフリーキックだったらそのパスを待ってる人たちのこのフェイントとか、はい、あとディフェンスのダメだけど引っ張ってるとかね、はい、いろんなその攻め合いでジャンプするときに片手乗せるとか、はい、させないようにとかいろんなのがあるわけじゃないですか、はい、単細胞のセットプレーってあるんですかっていう俺それ見ながら、はい、いやサッカーファンの人張り切ってマウント取ろうとしてるけどどっちもハマってますよっていう僕はだからそういうサッカーもフリーキックとかコーナーキックとか、うん、そのセットプレー PK の中にその駆け引きと戦術があるのが楽しいわけじゃないですか、うん、そうですね、それはそれで、はい、だから野球もバッテリー間でそういうのもありながら、うん、守備がどこ守るとかの駆け引きがある中でやるのがまあ面白いわけじゃないですか、はい、でも野球っていうのは特性上そこからの始まりなんで、はい、誰かがあったら誰かが下がるとか、はい、442とかフォーメーション決めようとか、はいはい、カウンター狙いとかそういうのはまあないわけなんですよ、はい、っていう説明したのに、はい、単細胞でも何も考えないともできる坂藩の皆さん、もうちょっと考えよう全員じゃないと思う、一部の人、気をつけてごめんなさい、ちょっとこう、外れるんですけど里崎さんの人気の秘訣が分かりますねえ、なんですか、うん、やっぱ上手いですもんうまくフォローしつつ、煽りつつっていうお上手ですもん、本当にお上手ですもん今日はもうこの2点は絶対聞こうと思って、はい、PK とフリーキックってそんなに何にも考えないでやってんじゃんと思っていや、考えてますいや、そりゃそうですよね、それはもうバッテリーがいろんなことを考えるのと同じように、ね、ようにキッカーもパス受ける人もキーパーも壁も、はい、ミリ単位で動かすわけじゃないですか、いや、本当そうです、もう細かいこと言えばキリがないぐらい、まあ、しかもね、はい、その、まあ、僕は素人目線ですけど、はい、セットプレーが勝敗を握るって言っても、はい、過言ではない重要なファールしちゃダメだし、その角度だったらどうかとかもあるわけじゃないですか、はい、だからあの終盤のペナルティーエリア内のとか外のね、はい、ファールとかもめっちゃ危ないわけでしょ、そうですね、それなのに言うんですよ、ナスどう思いますまあ一部の、いや一部のファンの人、一部のもうちょっと考えないとね、いやいや、もうでも多分コメントの中でストレスの吐け口になってる方もたくさんいると思うのでまあね、そこら辺の方々ちょっと温かく見守っていただければだいぶ分厚いシールド持ってますよこれもう剣隠してシールドと鎧でこうなんか攻めていってます絶対攻撃されたくないっていう、いや、もう僕は攻撃されてもいいんですよ、どうしてもまだ引退してこうエンタメとか、うん、そういうの含め里崎さんみたいにズバッっていうのが多分絶対にいいと思います、なんだか那須さんもズバッズバッとシュートシュートだってもう那須、はい、さん1対1なのに、はい、岡野さんみたいにパス出してますよ確かにそうですけどもう決めた方がいいですよ、はい、もうそこは結構長谷さんにこうやってやられますよ、はい、でもこれは里崎さんだから僕はこっちなんですよ、はい、そうです、矛立てでやっぱ絶対に里崎さん、まあ、里崎さんは里崎さんと同じような感じは多分合わないわけじゃないですけど、こっちの方成立します、いや、じゃあ、はい、今日の動画はここまでですけども、はい、後編では、はい、僕が盾で那須さんが矛の動画でいきたいと思います、はい、わかりました、ぜひ次回もご覧くださいお願いします、ありがとうございました。